find out the third place finisher for sure after this couple's skatings. They now rank third. Representing Israel, Galit Chait and Sergei Sapnovsky.さあ3位決定戦、リトアニアのドロビアズコ・バナガスに対するイスラエル、ガリトチャイとセルゲイ・サフノフスキー。オリジナルダンス、フリーダンス1回目終わって3位まで上げてきました。この1対1の対決に勝てばイスラエル待望のメダルを獲得することができます。グランプリファイナルに出場できて感激していると話している2人。パガニーニ変奏曲。ステップです。速くていいステップですね。非常に歯切れの良さが目立つようなステップ。これからおよそ30秒ほどはこのリンクの中央で見せ場を作っていきます。アピールできるか。イスラエルの選手として初めて進出してきたこのファイナルで
この抱擁は力を出し合ったことを称える抱擁でしょうか。まあ、とにかくこれだけ細かいステップがですね、最初から最後まで連続する選手も非常に珍しいと思いますね。でそれもほとんどがリズムを外してないんですね。まあ、これどれだけ、まあ、練習するとこれだけ細かいステップが踏めるかっていうのもね、本当にもう気の遠くなるような練習を積んだんだと思うんですけれども、終わった後も相当肩で息してましたね。まあ、確かに一昨年の世界選手権では13位、しかし去年の世界選手権で5位まで上がってきました。ですからそういう意味で言うと、この早く動けるね、動きのこの速さ、ステップの速さといったところを特徴にして前面に押し出してきたプログラムだと思います。でこれだけ早く動ける選手もなかなかいないんで、 そうですね、その辺がね非常にいい特色になっていると思うんですけれども、今度今回その3位4位決定戦ということで、ドロビアツコバナガス組と比べますとですね、今度エッジがあまり滑ってないんですね、彼らから比べますと。ただ一方でこの速さはドロビアツコバナガス組は持ってませんので、まあ、そこがどう評価されるかだと思います。さあジャッジはどう評価するか、銅メダルはこのイスラエルチャイト・サフノフスキーか、あるいはリトアニアドロビアツコバナガスか。非常にこれは採点が面白くなってきます。ただこれだけ2人で組んだ中でですね、これだけ の数のステップを踏みますと、やはり点が上がりやすくなりますよね。そういったところをジャッジにアピールできたか。さあお互い健闘を称えました。息遣いも相当荒いです。今年のカナダ大会で2位、これが国際大会の初めてのメダルでしたが、さあどうでしょう。まずは技術的な得点です。 5.5 から5.7、微妙なところですね。そうですね、これまだわからないですね。プレゼンテーションどうなるか。プレゼンテーション5.8 5.7 5.7、1位が3人。イスラエルチャイト・サフノフスキー敗れました。銅メダルはリトアニアドロビアツコ・パナガス。非常に競ってましたね。接戦でしたね。 There you see the standings. Margarita Drobiazko and Pongas Panagas from Lithuania walk away with the bronze medal, and Dorice and Sergei Safnovsky from Israel finish fourth.順位が確定いたしました。3位はリトアニアのマルガリータ・ドロビアツコ・ポピラス・パナガス組、そして4位がイスラエルのガリト・チャイト・セルゲイ・サフノスピー組です。